やっと着いたね。少佐、ここが僕たちの故郷、リゼンブールです。空気がうまい。静かでいいところだな。やっぱ護衛なんていらなかったよな。早く腕を直して少佐とおさらばしたいもんだ。何を言う、エドワード・エロリック、他人の手を借りることそれわけして恥ではないぞ。自分の要素を謙虚に認め、時には素直に他人の助力を得る。それもまたそのものの強さなのだ。わかったわかった。ところで、我が輩はオートメールの整備士とやらを見るのは初めてだ。ここからその家までは遠いのか？向こうに家が見えるだろ。あれがそうだよ。昔からの馴染みで安くしてくれるし、いい仕事するよ。じゃ、行こうぜ。よく来たね。元気そうじゃないか。よう、ピラコばっちゃん。また頼むよ。ばっちゃん、久しぶり。お初にお目にかかります。我が輩、アレックス・ルイ・アームストロングと申します。ピナコ・ロックベルだよ。よろしく。しかし、しばらく見ないうちにエドは小さくなったね。なあ、誰が小さいって、このミニマムババア。言ったね、ドチビ、マイクロチビ、豆粒ババア、ミジンコババア。粉々のバラバラにぶっ壊れた。大至急修理してくれ。私が丹精込めて作った最高級オートメールをどんな使い方したら壊れるっていうのよ。あるはあるで壊れちゃってるし、あんたたち一体どんな生活してんのよ。いやで削り出し、組み立て、微調整、仕上げっと。他にもいろいろとやらなきゃならないし、はあ、完璧徹夜だわ。悪いな、無理って。一週間くらいかかるかな。3日で十分よ。やってやろうじゃないのさ。その代わり、特急料金をごっぽり払ってもらうからね。それでも3日か。
まには暇もいいじゃない。ゆっくりしようよ。暇なのは性に合わねえんだよ。そうだ、時間があるのなら母さんの墓参りに行っといでよ。少佐に担いで行ってもらうのも悪いし、僕は留守番してるよ。ほら、暇なうちにさ。墓参りか。そうだな、ちょこっと行ってくるか。少佐、あの子らは毎日平穏無事に過ごしているだろうか。なんせこんな田舎だ。都会の情報はあまり入ってこないし、あの子らも手紙の一つもよこさない。だから心配でね。鋼の錬金術師といえばセントラルでも名が通っておりましてな。もっともそれゆえトラブルにも巻き込まれるようですが、大丈夫ですよ。あの兄弟は強い。強いかい？そうだね。4年前自分の腕と引き換えに弟の魂を錬成した時も、軍の犬となることを決めた時も、大人でさえ悲鳴を上げるオートメールの手術に耐えた時も、あんな小さな体のどこにあれほどの強さがあるのかと思ったよ。そしてそこまで強いからこそ、何かの拍子にくじけてしまった時、立ち直れるだろうかと心配になる。そのための家族がここにあるではないですか。家族かい？ああ、そうだったね。あの二人が生まれてきた時からずっと成長を見てきたんだからね。帰るか。みんなが待ってる。いいかい？行くよ。毎度この神経つなぐ瞬間が嫌でよ。泣き言を言わないの。はい、動かしてみて。どう？ああ、いい感じ。あんたのことだから、どうせ手入れをサボると思って、今回はクロームの比率を高くして錆びにくくしてみたんだけど。あら、お待たせ。って聞きなさいよ、あんたは。腕、綺麗に治ったね、兄さん。さすがばっちゃんとウィンディだよね。まあな。よし、それじゃあ次はアルの番だ。行くぜ。ありがとう、兄さん。おう、んじゃ、早速やるか。ん？何をするつもりなのだ？手足の作動確認も兼ねて、組手をやるんだよ。それに、ここしばらく体を動かしてなかったから、勘を取り戻さないとね。ならば
我が輩も協力しよう。遠慮無用。さあかかってくるがよい。どうした。こののならこちらから行くぞ。我がアームストロング家に代々伝わりし芸術的肉弾戦闘修練術、その一つ。やー、これだー。肉体のみで勝負だ。行くぞ。これぞアームストロング家に伝わりし必殺技、マッスルダンス。兄弟よ。
事か。なんとかね。でも苦しい戦いだったよ、兄さん。お主らの美しくも強靭な兄弟愛、深い絆が生み出す素晴らしき技の数々、我が輩感動。エルリック兄弟、これは我が輩に勝利したことへのささやかな祝いの気持ちだ。遠慮なく受け取るがよい。いいよ、そんなの。受け取るがよい。兄さん、ここは素直にもらっておかないと、受け取るまでしつこそうだよ。それもそうだな。じゃあ遠慮なくもらおうとするよ。少佐、どうもありが。よくやったぞ、エドワード・エルリック。ばっちゃん、俺たち明日の朝一にここを立つよ。ピナコ殿、ウィンリー殿、誠にお世話になりました。そうかい、またここも静かになるね。毎日ちゃんとオートメールの手入れすんのよ。すぐサボんだから、あんたは。へいへい。大変だ。ん？どうしたんだい、こんな時間に。怪物が出た。怪物？兄さん。おい、怪物ってどんなやつだ？君の悪い真っ黒な怪物だ。裏山の洞窟のあたりに4匹も5匹も。怪物とは例の失踪事件の単なる噂ではなかったのか。少佐、俺たちちょっと行って洞窟のあたりを調べてくる。ならば我が輩も同行しよう。いや、それより少佐はここに残って町の人たちのことを頼むよ。しかし、バッチャンとウィンリーをお願いします。致し方あるまいな。了承した。我が輩の全身全霊全筋肉をもってこの町を守ってみせよう。気をつけてね、エド。無茶すんじゃないよ。大丈夫、大したことじゃねえよ。すぐ戻ってくるからさ。ウィンリーはバッチャンと待っててね。行ってきます。エド、あれ。
裏山の洞窟か。そういや、そんな場所もあったな。昔、あそこでよく遊んだよね。探検ごっこしたり、かくれんぼしたりさ。ウィンリーと3人で秘密基地も作ったっけ。昔って言ってもつい数年前のことなのにね。どうしてかな、ひどく懐かしい気がするよ。行こうぜ、アル。あの遊び場を怪物なんかに渡した覚えはねえだろ。あれ、兄さん、洞窟の前に誰かいるよ。な、何やってんだあいつら。怪物のことを聞いてないのか。何してんだよ、こんなとこで。急いでここから離れるんだ。早く避難してください。この辺りに怪物が出たらしいんです。命令、ここは通さぬ。はあ、何を言ってんだよ。こんなところに突っ立ってないで、すぐに家に帰れって。あれ、ねえ兄さん、この人たちリゼンブールの人？そう言われてみりゃ、見たことのない顔ばかりだな。命令、ここは誰も通さぬ。兄さん、この人たち。こいつらが怪物か？来るぞアル、気をつけろ。少し見た目は違うけど、リオールで会ったのと同じ怪物だよね。人間に化けてたっていうのかよ。何なんだこいつら。なんか言ってたよね、命令がどうとか。命令、命令ってことか。誰に何を命令されたってんだ。ま、ここで悩んでてもしょうがない。洞窟に入るぞ、アラ。怪物の正体を突き止めねえとな。兄さん、あの人。
ルであった指輪の。おい、あんた一体何者なんだ。どうして俺たちの前に現れる。お願い、助けて。あの人。あの人？あの人って誰のことだよ。このままだとこの町も大変なことに。この扉の先に。ちょっと待って。あんた一体。あれ、いない。消えたのか。もしかしてこの扉の先に。ああ。僕たちが子供の頃にはこんな扉なかったよね。とにかく開けてみるか。くそ、この扉二人がかりでもびくともしないな。この先には一体何があるってんだ。あの女の人、僕たちに何をさせたいんだろうね。どうする、兄さん。どうするって、行くっきゃねえだろ。しょうがない、やっぱ錬金術で穴でも開けるか。だからダメだってば。古い洞窟なんだし、下手なことすると天井が崩れちゃう可能性があるよ。でも他に方法なんて。ねえ兄さん、さっきから気になってたんだけど、この扉中央に丸いくぼみがあるよね。ああ、扉の模様にしては不自然だな。もしかしてこのくぼみが扉を開くための仕掛けなんじゃない。例えばここに何かをはめ込むとか。だとしたらこの洞窟のどこかにその何かがあるかもしれないな。よし、ちょっと探してみるか。